車内319000系電車は、韓国鉄道公社が保有する交流用通勤系電車。光明シャトルの4両編成化のため、5000系及び6000系の中間車を改造して導入された。本系列より車両形式の不満方法変更が変更され、6桁車番となった。重量編成で運行されていた光明シャトルを4両編成に短縮するため、 2008年に登場した。8両編成での運行を想定し、車両先頭部に電気連結機が搭載されたが、ホームドアと車両の位置に相違が発生することから、実施は見送られている。種車は5000系後期車と6000系の8両編成化に伴い抜き取られた中間車である。導入にあたって、付随車の先頭車化改造や、電動車のパンタグラフ追加取り付けが行われ、 4両編成に組み替えられた。種車は、A 東保駅構内衝突事故で2両が廃車された後、X19 編成である。前面は、新トングリ。側面は在来型と、特異的な編成となっている。車内の案内表示装置にはそれまでの、LED 表示装置から LCD 表示装置に、換装されている。軽減線の商用山駅、佐ザ波川駅の電鉄化に備え、 2019年に落成した。2021年現在は水人市、本東線で暫定的に運行されている。319X01F319X04F、319X06F319X07F は給老車両事業所に所属。319X05F は分散車両事業所に所属。 319X08F319X10 回は、佐藤門車両事業所に所属する。ありがとうございます。